お疲れちゃんです、ラットです。ということでね、今日も暮らしロイヤルやっていきたいと思うんですけども、んーどうぞ。滑舌失礼します、国家あげ。はい、というわけでですね、なんと昨日 BO3 動画を出したのにもかかわらず、はい、俺はちょっと早くリベンジやらせろとうるさい人がいるのでね、 BO3 とかで分からしたんですけども、今日はねまた BO3 やっていきます。わかり、もう一回やっていきましょう。まあね、リベンジに燃えてるみたいなんですけど、まあ結果はね、また若者、そりゃそうだ。見えて言うと、ね。ね、まあ見えちゃってるよね、こっちも。見えちゃってるね。お互い見えちゃってる。まあ、今僕、イケイケですからね。なんとね、昨日ね、クロロリーグ見てくれた方も分かるんですけどね。はい。激アツな戦いを繰り広げ。まあね、そこはもう YouTube こう、ね、クロロリーグ会社とかね、ドズさんの見ていただければ分かると思うんですけど。イケイケね、イケイケウィンプス君なんだね、今。懐かしい、僕のね、名前の半分ですね。はい、というわけで、シャー、BO3 やりたいと思いますね。まあガチですね、集中して。まあ、正直、デッキはいくらでもあるので。僕今日、試合中喋らないんで、もう、お願いします。よろしくね。よろしく、ね。あ、待って、俺アカウントこれあれだ。あ、合ってるわ、ラッタードだ。よし、さあ行きましょう。 BO3 2日連続で分からせます。 I want you 毎回ゴールいくよ。これ多分遠いから声入んない。ユーの、あーペッカですね。コタペッカとかしか使えないんで勝てますね。でコタメンタル弱いんですよ。これコタの弱点、メンタル弱いんで、煽り続けると勝てます。これ結構ガチっす。あれ無理してるっす、ナノさんと。ペッカですね、ペッカ。うわー、待ってきますね。ピックル、まあ、ペッカだと思うので、キョスケではないと思うので、後ろから取りたの先。違う、気持ち悪い、ちょっと待って。ちょっと気持ち悪いって言ったらごめん。アイゴリュー。確かに気持ち悪いね。ね。コタは何そのデッキみたいなデッキ作ってる。ああ。やば、コタが神器使ってる。初めて見た。無理して使ってますね。多分僕にデッキ読まれるのが怖くて、多分ね、普段見せてないやつを使ってると思うんですけど、まあ。ちょっとみかんさん、部屋閉めてほしい。寒いっすね。ちょっと寒いっす。よし、まあ、インドラがね、ちょっと厄介ゲーミングなんですけど、インドラだけですね。でも、あ、バッテリーが。なんかすごいことなってる。あ、いらない。トリトンがね、思ったより優秀なんですよね。よし。おいしい。まあ言ったら、キョスケの爆破で死んでくれると思うんですけど。タイブレーカーですからね、もちろん。よいしょ。ささり。うん。
あー緊急はできなかった、くっそ。右に流していく。マスカラ打つだけきついって感じですね、コタさんは。ウェイ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 と。セグウェイですね。セグウェイセグウェイ。ウェイ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 。あと434ですね、コタさん。ウェイ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 。それは、はい、セグウェイ。セグウェイ、サブウェイ。おい、ウェイ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 。ウェイ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 。あー、弱え。あら、まだ勝負はついてないですけどね。まあ、まだ勝負はついてないですけどね。タルババ打っちゃったんで。でー。おいおいおい。危ない危ない危ない。だ。あー、気づいたらだもん、落ちちゃってたよー。まあまあまあ。まあまあまあ。利用するんだってね。一本、一本お酒にもらっちゃいましたよと。あの、聞いてください。コメント欄で、でも僕がこう、コタリこう言うじゃないですか。言うから、コタリもうちょっと優しくしてあげないと自信なくすんでって。はい。たまにね、あ僕、結構、普段こう、コタリね、厳しいわけじゃないけど、こう、まあ、言うっすけど。でもね、あの、はい。甘えだけじゃ人間成長しねえ。そういうことだよ。そういうことだよ。何が言われてんの。俺が考え何も言ってない。まったれた人生送ってんじゃねえぞ。はい、勝者こそが正義なんだよ。まだね。まだね。まだね。だからあの試合の日とかね、僕結構あれなんですよ。甘くんなんですよ。優しいんですけどね。負けてくるから。こういう子だってね。嘘です。さすがそこまではないですけど。おたくんなんか言い返すことないですか。いや。もう結果で分からないんで、もう容赦しないと、もう許しません、もうなるほどね。さあ許さないって、あくびしながらでも勝てますね、それな。ふぅなるほどね。これはこう愛を使い切るのか、やば次やば泣くわ。拒否。さあ僕のお気に入りスタンプを見せていくよ。やっちゃう。まあ無理すんなって。おー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 。最近。ああもう分かった。やば、一人抜きすぐ。ええー。当てるタイプやん。分かったふりだよ。それね、絶対強がってますよね。兄貴あいつすぐ強がりますからね。分かんない、それあいつ分かってねえの、分かったとか言ってあげるっすよ兄貴。どうしますか。あもうね、あのデッキでダクプリとトリトンと生き残って言ったら、あもうあれもうね、あれですね、もうあれ、もうあれしか使えない。もうあれ、もうペイク大好き。あー出たペイクちゃん、ペイクちゃんさあどうする、難しいよここ。さあどうする。うわあ、俺の出来上がってるからちょっと高めの位置に出してくるやん。あらの。よいしょ。さあ、防衛ポイズンを貼って後ろに何か落としてくるのか。うわあ、人の出来知ってるかなこの人。よくねえな。よくねえっすよね、マジで兄貴。よくねえわ。兄貴兄貴よいしょ、ピック回っちゃった。なんかトリトンとかね、なんか防衛しようと頑張るんですけどね、無理なんですよ。うわー、影。まだもうペッカマジアちゃんのポイズンでこのデッキに負けるわけないですよね。そんなじゃないよ。ね。もう100-0。100-0ですよね、兄貴。兄貴。もう逆再生しかないよ。うん。
うざい。そう思いきや。昨日ね、美容スリとかあってね、うん、昨日はどうだった？昨日はあの僕が勝ったんですよ。なんで2-1っす、2-1なんで、まあ、リベンジ戦リベンジ戦っていうことで、まあ、2日連続になっちゃうんですけど、もうマックおごっちまえ引き受けたんですよね。まあでも2立てですね。イエーイ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 。あ、リベンジいつでも。もう多分ね、コタカがね、勝つまでね、美容スリとか続くんでね、ぜひ。結果勝つ申し合いよ。あ、もしやる？やったかも。ああ、しゃあなしね。エキシビションね。うん、甘いな。まあでも僕ぐらいになると彼が使うべき分かっちゃいます。はい。はい。聞こえなかった。あれ？そうなんですよ。僕もそう思いました、ね。うん、そうだよね。お空を飛んでくるんじゃないかなと僕も思ってたんですよ。うん、それしかない、ね、それしかないですね、コタくんなんで、うん、コタくん、あのどうせマスケとか、うん、あ、違う、ちょ、あ、お空のお空、お空のね、お空のね、うん、ピューお空か、あー、飛んできますね、彼は。彼すぐ飛びますから、うん、セグウェイじゃなくてフライアウェイしちゃう。あ、うえーい、あ、あ、ちょっと、いや、でも、全然す、全然、いや、もう、お空だ、これお空ですね、彼はバルーンですね。あ、分かっちゃったよ。分かっちゃいましたね。彼インフルバルーンですね。ジャイ、ジャイ、ジャイ、ジャイマッキー、リカ。どうした？世界一のジャイ使いだよ、俺。あれ？天下一のか。あれ？誰が天ごとや。よしよしよし。うん。これキワだな。キワですね。ワンチャンが来るのかってことは、まあ、またっきない。何くれるっき。あー、こいつかー。なるほどね。今、長そうな人しか言えない。うえぇ。しかも、マスケサイト後なんで、だからマスケは回んないと思うんで、雪玉で頑張って守るんですよね。そう。Yes, yes, yes。Yes! で、ここでそう、マスケをメインに咲くと、次のね、次の僕の攻撃をインフラのタワーでしか守れなくなっちゃうんでね。さあどうするのかっていうのが見ものですね。この穴掘りしゃしゃってね。この穴掘りしゃしゃってますね。しゃしゃりますしゃしゃってますね。これディガー咲いてるんでね。北もバルーンだけなんで適当にこうジャイダして。しかも、うん、ああ相手困ってますね兄貴。さあ。さあどう調理してあげようか。コタくん、いいんだよ。まだこの回収姿が実はあった。うわなんか血圧高いか今。うわうわ実はね、回収姿が上がっていた。あいつ余裕ぶって喋ってますけど、いつも喋った時下手くそになるんです。あいつプレイよくねえな。やばい、ちょっとやばくね。ちょっとやばい、ちょっとやばいよな。ちょっとやばい、はい、入ってない。なぜ入らない。あ、やばい、シャシャキャシャシャリンゴ、うん、あ、これ死んだろ。落ちんタイム入ったな。あ、もうちょっとあれが当たる。完全白完全。まあでもめっちゃ辿ってる。
るよね。バーチャイメタってきたよ。こいつすぐメタりますからね。ね。いやいや、バフェメタようとしてなかった。してないしてない。そういうことしないから俺。そんなことしない。うん。ね。あ、やばい。うわー、なんか残ってるし。絶対裏だろもう。あ、後ろ行かね。やばい、ワンチャンやばい、やばい、やばい、やめてやめて。バカし、バカ、バカ。あれ、こいつ甘えてるそれ。あ、ちょっと下手だった、ザップが。ちょっと。たまたま入んねえかな。あー、こいつ分かってやがる。どれ寝かけたい？どれで、まあここ兄貴、僕が勝ったらやつ精神からちゃう。違う優しさっすね。どこ優しさだ。男は優しさ、こういうところは優しさ大事ですからね。ってことでね、まあ、結果ね、まあ、最後は負けたといえど BO3 なんで僕の勝ち。お疲れ様でした。どうして負けたのか考えていてください。そういうこと。はい。概要欄にね、2人のチャンネル貼っておきます。ぜひね、動画見てみてください。ウキウキ。またね、あの BO3 動画でも上がるので、はい、ぜひお楽しみに。はい、では、